突っ込みニュースランキング時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介しますまずはスポーツです大相撲初場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ大関貴景勝が ともに3敗で並んでいた平幕琴勝峰との相星対決にすくい投げで勝って12勝3敗で3回目の優勝を果たたししま,したま本当一人大関でね貴景勝関も非常にプレッシャーも大関あったと思うんですけれども、はいねえー、なんとか優勝ということでして、ね、さあいよいよ あと2か月すると今度は大阪は3月場所にね、はい、帰ってまいりまして、ねねえー、なんか本当、春が来るなということになるんですけど、まずはおめでとうございますそ,そして、車いすテニスの男子シングルス世界1位で、パラリンピックで合計4個の金メダルを獲得した国枝慎吾選手が現役引退することを自身の SNS で発表しました。うん、来月7日にに記者会会見を開く予定でです、うん、あの5大会連続でパラリンピックにね出場してしか もそれでメダルを取っているということで、えー、ダブルスのものを入れると全部で6個のメダルを獲得しているということですからすすごいですよね,ね38歳、もう絶頂期でおやめになるといういろんなご決断があったと思います。はい そして将棋界の正規の対局王将戦第2局は羽生善治九段が藤井聡太五冠に勝ち対戦成績は1勝1敗となりましたなんかいわゆるこう将棋ファンの方だけじゃなくって一般的なニュースでも取り上げられるぐらいですからやっぱり羽生さんと藤井さんの対戦1位本当にお互いにすっごいぎりぎりのところの勝負みたいですけどね、えー、はい、はい、それではニュースランキングに参りますまずは第5位 この冬一番の強い寒気が流れ込む影響で明日から26日頃にかけて日本海側を中心に大雪になるとして気象庁は大雪や路面の凍結による交通の乱れ暴風雪などに警戒を呼びかけています。 太平洋側でも山地を中心に大雪となり平地でもところによっては雪が積もる見込みです。ねなんか年に一度こういうことがわれわれあるのかなと思うんですが今回の,、ね、<ー>この寒波は10年に一度と言われているぐらいですからわれわれ都市部に住んでいる人間でも十分警戒必要だということでございますので、えーはい、ご注意いいいたただきたいと思います、はい、続いて第4位。 中国では21日から旧正月の春節の大型連休が始まりました中国政府が新型コロナウイルスの感染を徹底して抑え込むゼロコロナ政策を終了させて初めての大型連休となり、うん、帰省や旅行などで春節前後の期間中去年の2倍近くの移動が見込まれていますまあ特にやっぱり今回の春節に関して言うと、はい、まだまだその中国がゼロコロナ政策をね、うん、え方向転換したというところから、はい、まあ過去 いろんな影響出てくるもちろん経済回したいというところと感染対策とというところなんですけど確かに街中に少しずつ我々もね、はい、お見かけするようになりましたもんね,ねは,いはい続いて第3位 <noise> 東京都狛江市の住宅で大塩絹代さんが殺害された強盗殺人事件で大塩さんが 外出先から帰宅した直後に襲撃されたとみられることが分かりました事件当日に加え前日にも現場付近で不審なレンタカーの走行が確認されその車両が近くに乗り捨てられていたことも判明し警視庁は犯行グループが入念な下見や住宅の監視を行い襲撃したと見ています、まあ、いろいろな他の捜査のところからですね、はい、今回の事件も浮かび上がっているということなんですけれども本当に我々できることというと おうちの戸、ま、締、あ、まりをしっかりするしかないという以外、<ー>まあ一方でそれをね、えー、ガラスをまあ割ってみたいな話もあるそうなんですが、うんはい、物騒ですし、本当,本当にね、まあ、特に関東付近のお住まいの方だけじゃなくって、本当に皆さん、改めてそのあたりの防犯というところね、われわれもしっかりとしていきたいと思います、はい、続いて第2位は、毎日新聞は21日、22日の2日間、全国世論調査を実施しました。 政府が新型コロナウイルスを季節性インフルエンザと同等の扱いにする検討をしていることについては賛成が46%で、うん、反対の41%を上回りました、うん、また岸田内閣の支持率は27%で12月に行った調査の25%から横ばいとなっていますこの毎日新聞の世論調査を見ていると、うん、その同等扱いすることについて賛成46反対の41 この誤差をどう見るかなんですけれどもね、うん、まあもしかしたら、えー、リスナーの皆さんもそうかもしれませんがお気持ち半々という方が周りも含めてあるかなというところですけど、うん、まあこのあたりのお話も高橋さんに後ほどお伺いしていきたいと思います、うん、はい、続いて1位は通常国会は今日招集日を迎えました 防衛費の増額に伴う増税や物価高への対応などをめぐり激しい論戦が展開されるのは確実で岸田総理の説明姿勢が焦点になります。 野党は去年に続き世界平和統一家庭連合旧統一協会の問題を追求する方針です、うん、会期は6月21日までの150日間で今日は岸田総理の施政方針演説などが行われますさあ岸田総理冒頭どんなお話をなさるのかということありますけれどもこのあたりも含めましてこの後高橋さんにお話を伺ってまいります上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています 時刻六時二十五分になりました。ここからは高橋良一さんでございます。高橋さんおはようございます。おはようございます。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはこちらからです。今日から通常国会です。さあ今日から二十三日からに召集される通常国会に政府は六十の法案を提出することになりました。 この中には脱炭素社会の実現に向けて原発の運転期間を実質的に延長し最大限活用することなどを盛り込んだ法案や感染症対策として内閣感染症危機管理統括庁を設置するための法案防衛力の抜本的な強化に向けて必要な財源を確保するため防衛力強化資金を一般会計に創設するための法案も提出する予定です通常国会の会期なんですが6月21日までの150日間一般会計の総額で 過去最大の114兆円余りとなる新年度予算案の審議も行われますさあ高橋さん今日から通常国会ということですが、はい、高橋さんまず今回一番注目されているところというのはどういうところでしょうか、はいはい うん、まあ国会っていうのはあの予算と法律なんですけどね、とりあえず予算ですよね、予算,予算が2月いっぱいで、はい、えと衆議院が通過するかしないかっていうのがまあ最大の関心ですねこれはどうなんでしょう、いつも国会というのはこの高橋さんのこう感覚としては、どうなんですか、2月中にこう通るのか、それともやっぱり普通通りますよね、通らなかったら大変なんですけど、で,ねうん、でもその時にどういうふうに通るかっていうのを見てて、すーっといく、うん。 のか水面からいろいろやりながら行くのかっていってあ<ー>、まあ、はっきり言うと野党は関係ないんですけどね。これ <laughs> すーっといくっていうのは、高橋さん、どういうイメージなんですかも問題なく、ちょっと余裕で、余裕で、今回、結構細かいところ、突かれると厳しいなという時も結構あるわけで野党はあんまりね、今回だから、防衛力強化資金の話をどん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 やればね、自民党内でほころびっていうかね、いろんな立場の人いて、一方で萩生田さんが、ちょっと珍しいんですけどね、国会審議中に特命委員会作ってますからね。 だから特命委員会の,あの行動も何ていうんかあんま表に出ないでやるんでしょうけれどただ、あれですよねマグマがあるのは間違いないですからねここに焦点を当ててきたらはいなかなかあの与党内ですごくもめるというか面白くなりますよね,すね。 前回高橋さんにも少し解説いただいたんですがその国債償還のルールをですね萩生田さん60年から80年に変更するということで、まあ、ざっくりその債務償還費というのが少し減るとでこの分を財源に充てようということなんですけどさあこのお話自体が、はい、<laughs> この会議中に、はい、<laughs> 高橋さんどういうふうになっていくのか。これもし変更するとなるととな えと今国会でやろうとすると、ですね、はい、実はあの予算案の組み替えにちょっとなるんですよ。さらに、あと言えばあの法律ももう1個出さなきゃいけないんですよね、だから、そうするとそれはそれなりに、えー、と国会と全く無関係じゃないので、えーえとそ、そうするといろんなスケジュールが来るんですよね。は で今回、それに合わせてなんですけど、うん、一部報道の中では、ですね初会合の前の時に、萩生田さんと岸田総理が官邸で会談をして、うん、岸田さんの方から政府の方針に従って議論をまとめるようにという話があったという話があるんですけど、それは今言ってるの話でね、うん、それを本当にやるんだとね、うん、あの予算案の組み替えと法案の追加、追加もう一本出さないとなんぞって言われたんじゃないですか。はい これはどうなんですか、やっぱり萩生田さん自身は、やっぱりちょっともうトーンダウンしてるところも終わだからこれはことし、今回、今回の2月までで派手にやらないで、次のに狙にてえって、今国会では、資予算ってやつですけどね、年予算でおとなしくしといて、あと補正予算のところでやるとか、そういうふうに思うんじゃないですかそのあたりのお互いいわゆるこの落としどころみたいなところを探りながら。 うーん、ええ、なるほど。ということはこの今国会の中ではこの話っいうのはどうでしょうあまり全面的に出てこないと見ていいんですかね。ええええ 的に出したらあのだって2月いっぱいの衆議院通過に支障が出ますよね。うん、よねなるほど、うん、ということはそこあたりは萩生田さん分かった上でのおそらく年明けぐらいからのメッセージだったとは思うんですよね。もん分かった上で、はい、ただあの、ね、何もやらないと、うん、あの党内の方の、えー、とまあ えっとこのね、防衛増税反対の人には示しかかないですからね、うん、るあ,とある程度は分かってたんだけどメッセージとしては、えー、前に出しておくよとということなんですね会合、まあ、はしたと介護はしたんだけど、はい、答えはこのすぐは出さないっていうことではないですかね。うん、なるほどあちなみに高橋さん先週ねこの債務償還費っていうのは地方でも同じような予算があるという話をなさってて。うん、ありますね。はい であの実際にこのあたりが、えー、例えば春の統一地方選あたりにも少し影響してくるんじゃないかという話ありましたけれども<や>、うん、今、地方で全部全国の地方を全部合わせると、はい、多分ん15兆円ぐらいあるんですよねこのそうすると、はい、これをあの仮にね、債務償還のルールの撤廃ということになったら15兆円ぐらい全部使えますからね。 これ地方にとってみればめちゃくちゃ大きい金額ですよね。めちゃくちゃ大きいですよね。で,よねで、あれですよ、はっきり言とね、これね、あの要するに、国債と一緒に、うん、あの消化のために、えーと、地方債を出しつつ、出しつつね、つつはい、貯金するっていう制度なんですよね。だからね、貯金するっていうのはなんかみんないいように思うかもしれないけど。 いやこれはね、どこに貯金するかとかね、あと地方債の金利を下回る貯金の金利だと、実は損になっちゃうでしょだから結構これ、難しくて、それであの貯金すると運用しなきゃいけないので、運用しても一番いい利回りを稼がなきゃいけないので、結構、地方にとっては負担ですよ。 それだって運用があって運用はなんかこんな簡単じゃないでしょ、それでプロがやるような話よね、だから結構ね、お金を持ってるからね、これ、結構、金ににいものれてるんですけどねこれとなるとですよ、高橋さん、これ、例えば今ここで萩生田さんとかがおっしゃった話とか、撤廃しようみたいな話っていうのは、地方にとってみれば、ものすごくありがたいですし、それで変な業務しなくて、運用っていう変なね、慣れてない業務をしなくていいから。 私、だから中央方の方があがすごく影響大きいと思いますよ、もしこれ、たい、うん、連,連動した制度なんですけどね、うん、国と中央が連動した制度なんで、あの国の方で、あれですよね、見直してね、撤廃になってことになったら、喜ぶ人、中央、うん、政府で喜ぶ人、すごく多いですよこれ、でもやっぱりその財務省が言うところの、うんはい、国債の信用に関わるみたいなところなので嘘,の嘘,嘘ね嘘ですか <laughs> 100%でする。だって過去にこんな取り組み <laughs> あの、あの、国で辞めたの11回もありました。あるとおっしゃってましたけど、ね。何の問題も起こんないです。ねえ。だから。ね あ,あるのにやっぱり、えー、立てる以上はやっぱりそれは組み込んだ上で予算を作ろうというふうにやっぱりその通路になっていくわけなんですね、やめてもた今予算組んじゃってね、うん、あの要ははっきり言うとこでね、債務償還費をい,いらないやつをあの、うん、計上して、それでね、うん、国債がたくさん出るってだけなんですよね、はい、だから国債がたくさん出て財政危機関をあおるってだけですから、これは。はい、何の意味もない。<laughs> 何の意味もないです、ね。でもその議論が結局は出ても、やっぱり今回も桜、えーまあのとも撤廃を少しまあ ねえー、消化の年数を伸ばして縮小しようと言ってもそうはならないわけなんですねやっぱりね、うん、あの少なくとも、ね、あの法案と予算修正につながるような話はないと思いますね。ということですね あの、高橋さん、今回、えー、っと、はい、政府六十の法案提出するということなんですけど。はい、この六十という数字はどう見ればいいんですか?。多いっすか?。最近から、最近あれなんですよね、安全運転で少ないですよね。高さん、昔はもっと多かったんですか?。多かったですね。はあ、でも、多いと、それだけやっぱり審議しなきゃならない数が当然多くて。議論の時間が、こう、短くなるんじゃないかなというふうにも思うんですけど。大体は、予算関連法案ってやつで、三、うん、月までに。 全部終わっちゃうんですよ。うん これ予算と一緒ですよって言って大体終わるんですけどね、はい、だから結構テクニカルのが多いんですけどね、はい、あのそれ以外に予算非関連っていうのを見ると大物っていうのはあんまりないですよね。はやっぱりとなると本当にこう予算以外のところっていうのでどういうものが出てくるのかっていうことなんですね予算関連以外でそうですねうんあんまりないんじゃないですかね今回はサミットもあるしねあそ,うあそうか考えたら会期中にそうですねサミットもありますもんね。ねあの 頭で、うんえと、施政方針演説を岸田さんがまあなさいますけれども。 高さんどうなんですか、この財務省時代とかありますけれども、この施政方針演説っていうところっていうのは。あの、いわゆる官僚の皆さんは、ど、どんな思いで、見てたりするんですか。だから、自分のところのやつを、あの、短、短冊って言ってね、えっとね、二行ぐらいの文章にまとめて。あの、たくさん送るんですよね、官邸に、そうすると、官邸の方は、それは、な、行ぐらいの文章とか、短冊、短冊みたいに見えるんですよね。それを何、何を組み入れるか、そういうことやってるだけですよ。各省庁から集まった、その短冊を。 これ最後だ、誰がまとめるんですか。それ最後はそう、そう、形式的には総理ですけどね、総理と周りのスタッフの人ですけどね。あれ、健康なでも長さですもんね。西方新説ってね。あ、でもね、みんなそれぞれ二行ぐらいにまとめなきゃいけないから、各省庁は全部大変なんですよ。いろんな政策、一個個二行ぐらいに全部、政策、おいで省庁に言った短冊が二、二本、三本って並びますからね。ということはもう本当に。 うわっといろんなものを網羅するわけなんですね。ええいろんなしょうがないですよね。だからエコ意見ができないし、全部短冊でたくさん来ますからね。なるほど。でも今日もあの新聞に過去の主な姿勢方針演説まとめられたものがあって、例えば安倍さんが2001年戦後レジュームの見直しみたいなものだったりとか、ええ菅さんは21年には緊急事態宣言の発生大変申し訳ない。去年岸田さん最優先課題は新型コロナ対策なのでご協力をというまあ 一つのなんか大きなメッセージみたいなものが出てくる。はい、それ以外全部短冊ですからね。<laughs> あのだからあのもう前のところが何行かあの吉井に自分の言いたいことがで入れられるってそんな感じなんですけど。<laughs> ここで岸田さんが今回どんなことをおっしゃるのか。岸田カラーが出てくるのか。うん、で高橋さん何だと思います。わ、うん、かんないですけどね,これねなんか、うん、あの。 うん、何実か、まあ多分安全保障の話ではない<ー>なんかなって気がするんですけどね。ね今度キューウに行くっていう話もありますからね。ですよね。だからやっぱりウクライナの話、それで G7 サミットに繋あのねあの繋がるような G7 のリーダーとしての話だと思いますけ、ね、あなるほど。あと、えー、まあ当然あれですよね。賃上げみたいなところへの言及っていうのはまあ、えー、あれが短冊の中に入っていると思います。短冊の中の方になるわけです。<laughs> <ー>あと異次元の 少子化対策短冊こ,れこれも短 <laughs>、うん、ただこの財源というところをどうするのかっていうお話でいろいろあるみたいですよね<ー>高橋さん。そまああの異次元の少子化対策なんてやったら財務省の時期になってこれ消費増税につながるんですけどね<ー>恐ろしい罠が仕掛けられてますよこれは。うんまあ、もちろん少子化対策全くなしとはいえ。 進めていくと結局でも高橋さん何かをやろうと思うと当然予算が必要なわけでそうなると基本的に増税というところにこれ岸田さんあの つながってくるような気がするんですか基本的にとおっしゃったんでねそこはちょっと違うんですけど要するにね例えばインフラ整備なんかだと全然増税じゃないでしょあそうですね要するにそういうふうに投資系の方のものって増税にならないはずなんですよそれをね増税に持っていくっていうのは財務省のテクニックなんでねそこはだからマスコミュニケーションって結構騙されてますねできるものもあるんだけどなんか我々何でもお金が必要だイコール財増税で増税だな そこに短絡的に行くんだよね、はい、そういうのも財務省よく知ってるから、うんあの、こういうふうな話で増税増税って話をも実は持ってきて、それでマスコミの人がね、うん、それを結構喋るから、うんあの、案外、普通の国民は騙されてますね、まあ、考えたら、税収含めた歳入は必ずあるわけですから、全、えー、全部が全部がねではない例えばなんか企業でも設備投資するときに、うんあの、検証収入っていう形でやらないで、借り入れでるしょ、うんうん、あそうですよね、はい。うん、うん だからそういういのが随分あるんですよねだから今回の防衛費とかね、うん、あと脱炭素の話なんかみんなそういうのでやるべきなんだけど、うん、そこのところは全然あのしないで、うん、あのやるから増税増税って話ばっかりになるんですよね、まあ、今回もあの毎日新聞の世論調査が出てたんですけれども、はい、例えば増税ということに関してなるんだったら、えーまあ、信を問うべきじゃないかと選挙をするべきじゃないかというお話が随分メッセージとしてあるということなんですけど、うん、ね 今国会高橋さんまあ冒頭解散はさすがにもうこれないでしょうけれども、うんまあ、まあもう始まっちゃってまし始まっちゃいますからね。<laughs> うん、とはいえ常にやっぱりでも始まってるということはそれを含んだ上でっていう話高橋さん前もなさってましたけど。民主主義としては普通ですね。前にあの参議院選挙の時には上々の話は全くしてませんからね。うん、で今回やはりこの期間中に会期中にということになるんですけれども黒田総裁のね任期が来ますので、はいはい、さあこのあたり の人事というものがどういう形で出てくるのかですよね利上げ人事ですねこれはねやっぱり利上げになりますかあなりますねということはもういわゆるう金融緩和というのはちょっと方向性変えていく感じになりそうですかあそれはあの、はい、人事でメッセージが出ると思いますようんこれは今名前が上がっている方どなたになってもそんな感じなんですか全部そうですね全部そう、えー、全部そう、はい だから、最高や,、まあ、やって誰にかわかんないですけれど、うんあの、みんな答えは増税のパターン、増税じゃなくて利上げのパターンですね。あ,なあくまで利上げの方向、利上げの方向。はいうん、これ、ちなみに、もうご本人あたりには、そろそろ行ってるんですかね本人には行ってるかどうかというと、うまだ行ってないかな、要するに、行くとばれるんでね。あ<ー>あ いつ頃なんでしょうね。いつ頃なんでしょうね。最終もうちょっともうそろそろアメリカン国会の中で同意人事っていうのをやりますからね。はい。あの予算案の審議とかそういうのがあのメドが立ったことにあのこれ提示しますけどって言って提示するけど全部あのマスコミに取材全部受けないでくださいとかそういうのを言いにすけどね。これどうなんでしょうね。あのやっぱり日銀総裁というのはえっと皆さんやっぱり。 自分のところに来ないかなと思うものなのかできれば人によるんじゃないですかね <人に S 2> まあ野心のある人はそうですよね <laughs> 野心のある人はそうだけどもうこんなにの重い仕事は勘弁してくれと思ってる方も当然うんいらっしゃってなんか大した金を金だもらう、まあ、名誉はもらえると思いますけどね名誉にはなるけれども、えー、えまあそうですはっきりと子会社は社長ですから <laughs> 子会社の社長またその子会社って言ったところでまた揉めるっていうねうところなんですけど けど、でも本当は、本当はこう、ね。本当が会社だっていうね。<laughs> はい。さあ、えー、時刻六時四十一分になりました。では、続いてこちらでございます。はい、新型コロナが春から五類に移行します。この三年の感染対策と経済対策を振り返ってもらいます。はい。 3年以上続いた新型コロナウイルスへの危機対応が転換期を迎えます岸田総理は20日新型コロナの感染法上の分類この春に5類に変更する方針を示しました入院勧告や行動制限といった強い措置はできなくなり医療体制段階的に通常対応に移行しましてマスク着用ルールを見直すということです暮らしに身近な制約をなくしまして3年前の暮らしに果たしてこれ戻ることができるんでしょうかこのの3年間の対策まずは高橋さんに どんな評価なのかお聞きしたいと思いますが、さあ高橋さんまずこのこの春からということがいよいよとなりますけれども、はい、今回の対応というのはどういうふうにご覧になってらっしゃいますでしょうか。ああ<ー>まああのコロナのまあ正直をさ先に言った方がいいと思うんですよね。ぜひお願いします。えっとねあのー。 こういうのは、先進国で見ると、G7 の中で見ると、ですね感染者数は少ない方から2番目で、あと死亡者数は一番少なくて、ワクチン接種、接種は一番多くてあ、あと結構重要なのは、この超過死亡ってやつですけどね、例年に比べてどのくらい死者が増えてるかっていう話、これはあのもう一番少ないですね、だからその意味では、他の国から見ると、いい成績ですね、これはね、G7 の中では少なくともトップクラスですね。 でこれはとどううでしょうトータルとして見たときに高橋さん、それでいうと、まあ、点数という言い方もなんですけれどもあこの成績的に見ると結構いいと思いますねだから70点、80点のレベルで要するにほかの国と比較するってだけなんですけどね。う 日本の中でこんなに増えちゃってこんなに増えちゃってって他の国と比較すればどうかってことなんですよ要するに相対的にいつ評価って相対的にしかできないんだよねこれまあ本当なんでしょうおそらく自分たちがこの渦中にいるからなんか周りが見えないとかまたそれぞれおうち個人によってね考え方の違いもあるんですけど、うんえー、こうやって見ると日本の,その感染対策というところは よ,よかったということ、他国に比べれば良かったほか、まあの国に比べれば大したこと、大したことって、だからこれをもって私がなんかさざ波って言ったら怒られたんですけどね、<ー>なんか日本の中で大変だろうって、いや、別にそれは知ってるけれど、他の国で比較すればの話でしょって言って言ったんですけどね、だからそういう他の国で比較するっていうふうに思って、いろんな評価をすると、少なくとも G7 の中ではトップクラスになることは間違いないですね。こ、ねまあ、これ例えば春にこの後まあ移行していくと ししまして、はいうん、例えばその医療費とかというのの自己負担みたいなものとは、高橋さん、現実としてこうどうなっていくんでしょうね。ああの形式的に言うと、5類になると自己負担になるんですけどね。でもい、季節インフルエンザと致死率とか、そういうのでいろんなあの重症化率とかデータを見るとほとんど同じですから、うんそうすると季節インフルエンザにも。おお あの補助してないからっていうロジックで、うん、えっと、コロナにも補助しないということになるんじゃないですかね。うん、ですから、ただやっぱり大,、うん、大きく取り上げますよね。季節インフルエンザは取り上げないくても。うね、コロナって、だから、要するに、人の頭の中でコロナ特別っていうのは形に、うん、あのインプットされているんでね。うん、いろいろとあの、これは攻撃負担なんて議論になるんですけどね。うん、季節インフルエンザでしてますかって言ったら、してませんよね。うん、これ、だから、例えば、えっ、ー、と、春に五類になってですね。うん、今日、今回そうでしたけど。えー、お家の中での自宅。 大気みたいなものがね,ねご家族になって必要なくなるとか例えば行動制限、うん、まあ今もないですけれども、うん、そういったところがさらに緩和されてくると我々の感覚の中でいわゆる季節性インフルエンザと同じような感覚に なっ,っ、ね、うんそれはだから、まあ、報道とかそういうのに依存するんじゃないですかね大体人間って自分の話でで,でも、まあ、多分最近になると身の回りにコロナの人すごく多いんでね案外、うんはい、インクルエンザと近いなっていう感覚あると思うんですけどね確かにそうですよね 1>,、まあ、で1回じゃなくて2回もかかる人もいるしねうん、うん、これは季節性インクエンザと似てますよね、うん、あのどうでしょうまあ結果としてあの当時 行動制限があったりとか緊急事態宣言が出たというのを今振り返って高橋さんあの時はあれはやむなしだったんですかねあのまあ最初の頃はね、うん、あの要するにあの素訴状がよく分からなかったですからねだからどのくらいの事実なのかもよく分からなかったし、うん、だからああいう時にはもうある程度手探りでしかやる,やるのはし仕方ないと私は思いますけどね,はい、はい、ねただロ パナナハロッそのくらいからもう分かってたんでねちょっとそういう意味では5類の話は私はちょっと遅かったと思いますけどあの本当はまあ確かにも。 うんうんということに関して言うと自分たち自身がそうなのでなんか面白いんですよねあのみんなしてるんでってみんなが言うっていうすごい素敵なあの日本人ならではのあそれ報道が結構聞いてますよえ我々がうんだって言うからみんなそれで聞いてああと思っていや同調同調圧力に結構屈しやすい人が多いですかね四ってねどって生れは実際まあ確かに五類相当あ五類にな でですねい,いわゆる普通のものになってきて一般的にもう報道自体も減ってくるとまあ必然的にやっぱり変わってくるっていうのはあるんでしょうかね、うん、そうですねあ,っあの,あのなんか,のなんかのあと身の回りの人とかそういうのを見ててだいたいだいたい分かってきてねあの最近あれじゃないですかコーナーの話してもあんまり食いつきがよくなくなってるんじゃないですかマスクの記事もね。あの というよりも多分、本当多くなってきて多いなぁとはいえおそらくまあ多くの方が無症状だったりとか,、うん、か重症化しないとかそういうのみんな分かってきましたあ季節性インフルエンザでも肺炎で亡くなる人は結構多いんですよ。う 確かに致死率のデータとかを見ると確かに数としてはかかってるなというイメージあるんですけれども季節性インフルエンザは数はかかってるし死者も多いんですけどねでも季節性インフルエンザと比べれば季節性インフルエンザも実は死者多いですよねこれ例えばまだもちろん終わったわけじゃないんですけどこういった感染が季節性インフルエンザが終わりがないと何回も何回もいきます。 あのそれこそ近い将来あコロナですね薬出しときますっていう, <laughs> う,う日がまあきっと近いうちに来るんでしょうけれど、えー、今それに近いですよ。 今後新しい、まあ、こういったまた未知なる感染症が出たときにこれを教訓に高橋さんどう生かしていくかっていうことになるんだと思うんですけども、うん、ね強制力がないあの要するに非常事態宣言なんていうのがあるんで、うん、普通はあの試験制限が伴うのが嫌な、はい、の普通の国ですけどね、うん、だからそういうのが日本には制度が欠けてるなと思いましたけどね。うんあの もし本当にきちっとしたかったらそのあたり試験制限まで含めてあっていいんじゃないかそれでやってすっきりした方がいいですよね、うん、それでまあ,あのすぐゲノム解析してもう問題が普通だと分かったらそれを解除していくと、うん、それとあとあれですねこういうふうな時に、うん、あの自国でワクチン作れるとか自国で薬作れるかどうかっていうのは大きいですね。ああの中国のののゼロコロロコナのお話がついいい最近だったのでですけどおそらく3年前とかかヨーロッパを見ていても外出制限かなり厳しい時 やりましたよね。 日本の場合はそこまで厳しい規制ではなくあくまで緊急事態宣言として発しますっていうところで。ということで、ね。のはね、とたいうことねそこで言うと例えば今回コロナのいろんな形の対策費みたいなことで、うん、例えば業界に飲食店にも補助金が出たりとかっていうのはありましたけど、うん、経済対策っていうところの視点から見ると この3年間で、まあ、良かった点、あるいは改善するべき点というのは、高橋さん、どうご覧になってらっていらしゃいますか、えっと、これはあのコロナの関係で、ね、補正予算で100兆円ほどつぎ込んだんですけどね、はいろいろと文句は最初言われましたけど、でも100兆円つぎ込んでも増税しませんでしたからね、うん結構そこそこだし、それであと、はいあの、この経済パフォーマンスの落ち込みって、日本はすごく落ち込んだって言うんだけど、これ、世界の中で比べると、やっぱり G7 の中で一番落ち込んでないんですよ。あ<ー> <laughs> うん、だからそういうい意味では あの経済対策も増税なしでお増税なしで大きい予算を組めたとは私は思いましたけどね、うん、あまあ本当だったらこの分に関して、えー、増税があっても今までだったらおかしくない今だったら今だったら増税でしょうこの百兆円をて当然防衛予算みたく2 0兆円ちょっとの増加ぐらいで増税って言ってるぐらいなんですからね <laughs> 確かに100兆円はなんなってくるとな100兆ったらもう増税しまくりでしょうそらく大増税の時代になりますよ。 うんえー、復活のどううでしょうあ、えー、道のりというのも日本は各国と比べた時にコロナ前からいわゆる今の段階というのはどううどなんでしょうか結構、うんまあ、同じようなレベルですけどね、うん、あのだから落ち込みが少ない分だけで結構日本,、まあ、本当、ね、春以降我々の生活はどう,こう変わってくるのかというのはまだピンと来ないところがあるんですけれども。うんはい まあただ一つ、こういう宣言を政府なりが方針出してくれると、変わりますもんね、うんうん、気持ち的にはね、そうですね医療機関の混乱、どうでしょうかね、これで少しは収まってくるのか、いろんな話される方いらっしゃいますけど、まあ、だんだんそれはあのなんか、コロナになった時きも混乱するし、それを脱出するのも混乱するんじゃないですか、そうでしょうね、過渡期の時ってはいずれにしても,い,もういつもそういつも混乱するんですよ、どっちにしてもね。どこまで馴染むかそそうそう,そう そうだからどこに行っても普通に受けられるってことですもんね。うん、うん、そうですね。ねなるほどわかりました。はい、はい、ではお知らせの後も高田さんお話伺ってまいります。ワイズミユウイチのエナ、m b ラジオがお送りしています。時刻まもなく6時59分になります。引き続き今度はこの話題です。 今後30年以内に70%の確率で起こる大地震国の備えはどうなっているんでしょうか、うん 今年は阪神淡路大震災から28年東日本大震災から12年そして関東大震災から100年という年なんですよね<ー>今後30年以内に起こる確率が高い地震として、えー、首都直下型地震が70%南海トラフ地震70%から80%と言われていますそれぞれの被害額は首都直下型地震ですと100兆円南海トラフ地震だと200兆円以上になるということなんですねただしこれらの被害額は道路や 建物など建築物を中心としていまして、企業の生産活動、個人の消費が長期的に低迷することは見込まれていません。さあこのあたりのお金のことを含めましてですね、うん、各家庭での備え、国の備えどうなっていくのか、高橋さんにお話を伺ってまいりたいと思います。はい、では一旦7時のお知らせでございます。まあ、高橋さんその主導。 直下型地震だったりとか、南海トラフ地震というのは、まあ今後高い確率でと言われてますけれども、この備えということなんですけれども、国の備えみたいなものって、高さん、どう感じになってらっしゃいかそうですね。うん、なんかあの国債をね、出しちゃいけないっていうふうに思って、財源、財源っていう話するでしょ。はい、そうするとね、これそそ、備えられないんですよね。うん、だからこういう時に国債をドコンって出すんですけどね。はい。えっと、これはだから、国債をたくさん出して、うん、 それでインフラ整備するっていう典型例なんですけどね。そ<え>れでそういうふうにした方のがあの被害額をすごく減らせるんですようん。インフラをしっかり整備していくそのな、えー、大きな災害に合わせてうん、えー。それをやってないですね。あんまりね。うん、あの2012年。 安倍政権の時に国土強靭化計画というものがあったんですけどです、ね、これど一応、それではやってて、うん、やってるんですけどだから、でも、まあ、補正予算は結構それなりに増えるようになったんですけどもう一番最悪は民主党の時だったんですね、コンクリートから、ね、人へとか行って、ね、もうむずく減らしちゃったんですよね。はい、減らしちゃった後ちょっと増やしたんですけどでも当初予算ああまり増えないで補正予算で増やしてるってそんな感じですね、うん、この国土強靭化計画、具体的には高橋さんどういったものがあったあインフラけですば。 公共事業でいろいろインフラを整備してということなんですけどでそれこそコンクリートから人へというお話があった後また自民党政権に戻って公共関係の予算が戻ってきてるとは言っても。 ここいってもあのピークの時に比べるとだいぶ少ないですねえと。ピークっていうのは今から20年ちょっと前の15兆円ぐらいだったんですけどね、はい、今あの、投資予算で6兆円ぐらいで補正予算で8兆円ぐらいですからね、だいぶ低いですね。半分以下になって。だからこれはあの要するに、ピーク時ぐらいのをちょっと続けないと無理ですね。これは減ってるというところにはどういったところに理由があるんですかいろんな言い方を見過ごしいますけど、私が見るところによるとね、 国境事業って実は採択基準っていうのがあってね、はい、あるその計算してあのコストとベネフィットっていうのがあってベネフィットがコストを上回らないとできないんですよね理屈としては分かりますはいそれでそのベネフィットを計算するときにベネフィットって便益は将来まであ,のあるわけなんで、はい、将来の,あの価値については割引って 割引割引って考えるんですようん、うん、割引って考える<の>、うん、割引って書かなきゃいけないんででもその割引率はちょっと大きすぎてね、うん、将来の便器が過小評価されてると私は見ますけどね具体的に言うと金利で割引くんですけどねはいあの金利ででもこの割引率っていうのは将来の価値を割引く時の金利っていうのが、うん、実はね17年間変わってなくて17年前の数字と全く一緒で4%なんですよ、うん、これがで <た>うん、4%っていうのは高すぎますね、す要するに4%ぐらいの,あのなんか社会的な収益性がないと公共事業できないって話ですけどね、<ー>そんなのありえないし今の,この,の今この低金利の時代だったら、そこにだから追いつかないわけなんですね、そうですねあのこれもう世界の普通の国は、金利と同じようなのを機械的に当てはめ,てはめるんですけどね、<ー>そうすると日本でその世界の標準の、精神国の標準の基準を当てはめるとね、うん、せいぜい0.5とか1%。 でそ,その割引率で計算するってことはできないんですだから、私、でもこれでやらなきゃおかしいじゃないかって、安倍政権の時もずいぶん言ってたけど、もうのらりくらりですね、はあ、要するに公共事業予算が増え,る<あ>増えちゃうんで、財,財務省が嫌がるんですよ。 はあ、いや本当だったら計算式上でいうと、それでしっかりとベネフィット、利益が、利潤出るはずなのに、公益性が出るはずなのに、うん、その計算式に当てはめるとできないから、えーうん、その分が絞られちゃうということなんです、ね、そう、だからもう、とにかく金、この割引率を絶対変えないっていうかね、本当は国土交通省は変えればいいんだけど、財務省に首根っこをつかまれて、結構目先のことで、予算が、あれでしょうね、はあ、逃げられてるから、あの国土交通省の人も結構これを変えるのに消極的、はあ、ただ理屈がないから。はあ 全然いくら言っても理屈はないからとにかくサボタージしてるだけですね、これ,、ねこれ、国土交通省としてみれば、これは上げたいあれ公共事業、まあ、やりたいということを考えると、本当はもっと声高に言ってもいいはずなんですよね。はずなんですけどね、でもあの結構、国土交通省の幹部は結構、財務省と結託してね、<う>あの要するにこの辺でと,ということでやって、それで財務省の路線に乗ってて、偉くなっている人が今、多いですからね。はあ、ということは、この、えー、4%という数字が今、立ってる以上を、これ以上には やっぱりなかなか伸びないっていうことなんですね、公共事業としては伸、ね。伸びないですね。これあの私が言ったように0.5とか1%ぐらいするとね、多分2倍とか3倍になりますけどね。これ例えば公共事業この部分の数字をじゃあ今おっしゃるような基準のところに戻してくると、社会整備がもっと待って。 整っていって、例えば災害対策にもこれ、つながるということですよね高橋さん全くつながりますね、それで災害対策用の公共事業の方が、うん、こ,この費用対効果って高いんですよ。はははいはい、はい うん、あのちょっとさっきも言いましたけどね、災害の対策なしだと、要するに100兆、200兆っていう話が失われるんですけど、はいうん、これでやればものすごく減りますからね、そねその分だけすごく費用対効果高いんですけどね、<の>これ、特に大阪なんかはね、関西は、何回いただくっても直撃受けますからね、はいはい、もっとやったほうがいいっていうこと。 だなんですけどね。でも東京とかね首都圏も首都直下型地震の恐れもこれは常にハラんでるわけですから今回この確率で数字出てるとね。えー、首都圏の方がまだちょっとやってる方なんで、あ,<ー>あの<そ>関西の方やってないですね。そうか関西そこはまだ手薄なんですね。手薄ですね。ええ。できることがあるのに,あるのにな,ない、ね、と思っちゃいますけど、えー、でもこれは、ね、国政でしちゃいけないっていうふうな財務省が言うからでもこれ全くあの政党でねこういうふうに備えて被害,被害を減らすから、うんまあ,あ全くプラスになる投資なんですけど。 ね、今そうやってお話を伺ってると、いろいろまた細かいところで整理すべきと、僕ら知らないところでたくさん、高さんあるってことですよね。まだまだ予算に関していうとね、うん、この方が仕方。かから国債はね、もうちょっとうまく使った方がいいです。あ,うん、あの、本当に今週もためになるお話、はい、ありがとうございました。また来週も引き続き、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。